俺じゃなくてもいいねん。ノブでもいいし、たけしでもいいし、サトシでもいいねん。俺の代わりはいっぱいおる。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。正直に答えてください。今働いているその会社であなたがいなくなったらあなたの代わりはいますか？もしその答えがイエスなんやったら今すぐ動こう。そのままやったら5年後あなたの場所はそこにはない。俺がそうやったから。学生の時にホテルで働いていました。結婚式の配膳人、料理を持って行ったりドリンクをついだり会場のセッティングをする、とても責任があってやりがいのある仕事、楽しかった。それから1年慣れてきた、飽きてきたんよ。でその時に気づいた。あれ、これってひょっとしてこんだけたくさん働いてる人いるから俺が料理を持っていかなくてもドリンクつがなくても誰かがドリンクつくし誰かが料理持っていくんちゃう？え、そうやったんやって気づいて、何もせんでええやんって。で給料一緒やねん。1時間あたりの給料一緒やねん。めっちゃ頑張ってもサボってても給料が一緒。じゃあ働いてたら損やんって。その日から徹底的にサボりました。会場を見る、一番仕事がなさそうなところにポジションを取り、そしてみんなが一生懸命片付けをしている、トイレに行った、休憩してたんです。そう、楽やったよ。こんな楽な仕事でこんな高い給料もらって俺はラッキーやって本気で思ってた。でもな、つまらんかった。だってそんなことやってるから新しい仕事をくれへん、新しい仕事を覚えられへんねん。だからランクが上がっていかへん、つまり給料が上がっていかへんねん。でそんなことをずっと続けてたら次第に俺の仕事の日数が減っていった。なんであいつは週3やのに俺は週1なん？なんであいつ俺より仕事できへんのに俺より給料上がってんの？不満やったよ。でも当たり前よな、当たり前よな。うん。である日仕事が変わった。いつもは結婚式をやっている。でその日は小さい小さいパーティーを担当することになった。中華料理のパーティー、人数8人です。おかっち1人と黒服の人1人、めっちゃちっちゃいパーティー。そしてその横では芸能人が来て盛大なパーティーをやってる。ほとんどの人がそっちに働いてる。俺もそっちで働きたかった。なんで俺だけこんな小さな仕事しなあかんねんって、とうとう見放されたんかってがっかりしてた。でもな、その仕事が俺の人生を変えた。パーティーのセッティングをする、そしてシーツを引く、机に、そしてドリンクを何人分いるやって数えてドリンクを用意する、そしてキッチンに電話して何時にどの料理を持って行ってほしいって全部自分でやったよ。全部自分でやって、今までは全体のちょっとしかおかっちはやってなかった。今回は一人しかいないから全部、準備から料理を提供してお客さんにサービスする、全部自分でやったんよ。何これ、これひょっとしてもし俺が適当にやったらサボってたらこのパーティーぐちゃぐちゃになるやんって、すごい責任ある仕事やんって、なんかそれが嬉しかったん。いつもよりもしんどかったけどいつもよりも楽しかったんよ。そして帰るときお客さんは笑顔で帰ってったよ、ありがとうって。この笑顔を作り出した間違いなく俺やんって、俺が頑張ったからこの笑顔を作り出したやんって。いやでもちゃうで、ほんま考えたらキッチンで料理を作ってくれた人、黒服の人がちゃんと責任持って指示してくれた人、いろんな人が携わってその仕事ができた、その笑顔を作り出した、それ分かってんねん。でもその時のお価値は俺が全部やったって思ってたんよ、有頂天よ、めちゃくちゃ楽しかったんよ。そして帰る時に黒服の人から岡崎今日はようやったなって、また頼むわって、また頼むわやで、また頼むわやで、めちゃめちゃ嬉しいやん、俺でいいの、俺の仕事でいいのってめっちゃ嬉しくなったんよ。そしてその次の日、いつも通り普通の結婚式、いつも通り普通の仕事やった。でもな、気持ちは変わってた。料理を持って行ってください、料理を持っていく、
だけじゃなくて、どうやったらこの料理をお客さんが喜んで食べてもらえるやろ、どういうふうに説明したら美味しく感じるやろ、考えた。ドリンク持って行ってくださいって言われる前にお客さんの状態を見て自分から声をかけた。そうやね、ただ言われたことをやってる、与えられたことをそのままやるんじゃなくて自分で考えたよ。どうやったら自分にしかできへんことができるかなとか、どうやったら目の前のお客さんが喜んでくれるかなって考えたんよ。しんどかったよ、疲れたけれども時間はあっという間に過ぎたよ、もう終わったんかっていう感じよ。そうで、そういうことを繰り返して繰り返して繰り返してたら、新しい仕事をどんどんくれるようになった。黒服の人が任せてくれるようになったんよ。そうしたら周りの人と比べて自分にしか分からへん能力とか知識とかスキルとかたくさん身について、めっちゃ嬉しかったよ。あ、これって俺にしかできへん仕事やなって、これ誰でもできる仕事じゃない、今おかっちがやってる仕事は俺にしかできへん仕事やって感じながら仕事をすることができて、楽しかった、嬉しかった。そういうことを続けてたらどんどんランクアップしてって給料が上がってったんよ。そして仕事に入る日数も増えていった。嬉しかった、楽しかった、必要とされるってこんな嬉しいんやって分かった。今やから思う、おかっちの俺の仕事がなくなっていったんも給料が上がらへんかったんも当たり前や。だってみんなと同じ仕事やってんもん、俺にしかできる仕事なんか一つもないもん。俺じゃなくてもいいね、ノブでもいいしタケシでもいいしサトシでもいいね、俺の代わりはいっぱいおる。そんな給料上がるわけないやん、仕事が増えるわけないやん。そうやね、言われたことをただ言われた通りやってた。言われるまで動かへん。そして自分の中でこれぐらいやろうって勝手に線引いて仕事して、怠けてだらけてふざけてサボってたんよ。そんなやつと仕事したい？したくないよ。そんな人に責任ある仕事を任せたいって思うか？思わへんねん。一言われて一やる、当たり前、感謝されへん、期待通りや。違うね、1言われたら10やる、自分にしかなんかできへんことないかなって考える、相手が思ってる以上期待してる以上のことをやるの。 OK、 たとえそれがどんな小さなことでも、コップを拭く、片付けをする、コピーを取る、どんな小さな仕事でも自分にしかできへんことはないかなって一生懸命考えて行動していく。そうすれば新しいアイデア、工夫、考え、能力っていうのが身についていく。それが自分の財産になり、そういうことをやって繰り返して頑張ってたら周りの人に喜んでもらえる、新しい仕事がもらえる、そして自分の力が身についていく。そして自分が成長すればするほど会社にも喜んでもらい、上司にも評価されて、そして目の前のお客さんが笑ってくれる。これが自分らしい働き方なんやって、そのホテルの仕事で俺は分かった。だからあなたに伝えたい、自分の名前で生きよう、自分の名前で働くんや、自分の責任で。どっかの誰かが責任を持ってくれる、どっかの誰かに任せてたら全部うまくいく、そんな環境でいてたらどんどんふぬけになってまう。俺が料理持っていかなくても誰かが持っていってくれる、俺がドリンクをつかなくても誰かがついてくれる、この重い机10人で持っている、俺がちょっとぐらい力を抜いてもちゃんとその机は目的地に運ばれる、そんな環境で仕事してたら全然力出えへんねん、力がつかへんねん、成長せえへんねん。おかっちはな、これまでいろんなプロジェクトをやって、いろんな働き方をして、たくさんの人と一緒に働いてきた。でそこで思うことは、給料をもらって働いている人と働いて給料をもらっている人、そこにはな大きな違いがあんねん。自分ごとになってんねん、当事者意識があんねん、自分が責任を持って生きてんねん、自分の名前で働いてんねん。だってやね、働いて給料をもらってる人は自分が働いたことが価値がなかったらお金もらわれへんねん、給料もらわれへんねん。だからこの1時間徹底して相手が喜ぶこと、相手のためになること、相手が困ったことは何だろうって考えて1時間集中して没頭して仕事をしてんねん。そういうことを積み重ねてったら絶対成長するやろ。おかっちはそういう人と働きたいと思うし、そういう人は絶対成長してって周りの人に感謝されるっていうふうに思ってんねん。
わかる？黙ってても座っててもサボってても同じ給料がもらえる。そんな状況で仕事してたらあかん。別に起業せえとか会社を辞めろって言うてるんちゃうねん。今そこで座っているその1時間で徹底して価値を上げるということ、その1時間あたりの価値を上げるということ、そこにこだわるってことやねん。あなたは自分の時間給がいくらか分かりますか？正社員の方やったら分かりにくいかもしれへん。でも計算したら出てくる。1時間あたり会社からもらっている給料がいくらなのか。例えばそれが1500円やったとして、1500円1時間もらってたとして、あなたが働いてその1時間が1500円より下やったら、あなたは数年後居場所がなくなります。どっかの誰かとかロボットに仕事が変わります。1500円もらって1500円の仕事をやる、1言われて1の仕事をやる、それは当たり前やね。1500円もらってるんやったら1500円以上の5000円、1万円、もっとそれ以上の価値を生み出す。そのためにはどうやったらいいんやろう。目の前のお客さんの喜ばせるためには、望みを叶えるためには、困ったを解決するにはどうしたらいいんやろうっていうのを徹底して考えていく。そういう1時間を積み重ねていくこと、積み重ねていくことで、あなただけの力、スキル、能力が身についていくねん。そしてあなただけにしかできへん仕事ができんねん。もうその時はあなたの代わりはない。誰にもできへん。だからお客さんに必要とされんねん。だから会社から必要とされんねん。だからやりがいを持って自分らしく働くことができんねん。そう、おかちはホテルで学んだ。だからあなたにそれを伝えたかった。自分の名前で働こう。責任を持って生きよう。徹底してその1時間もらってる以上の価値を生み出そう。そこにこだわっていこう。俺はやるから。一緒にそれをやっていけたら、この世界は変わるし、そしてあなたももっと自分らしく幸せに生きることができるって俺は信じてる。そしてあなたならできるって俺は信じてるから、一緒に楽しくやっていきましょう。はい、ということで時間ギリギリ、あと5分でね工事が始まるんで、本当に一発撮りでやりました。で、一発撮りなんですけど、実は昨日も撮りました。はい、本来なら一発撮りっていうのがこの独演会シリーズなんですけど、昨日も撮りました。でも昨日撮った後自分でその動画を見ました。じゃあ音割れしてて、音割れしてて、もしかしたら聞いてる方には気づかへんレベルかもしれへん。でもな、俺が納得せえへんかって、それを世に出すの、それを世界中に発信することを俺自身が納得できへんかった。だから一発撮りっていう風に決めてたけど、それをなくして今日2回目撮りました。はい、今日は一発撮りです。本当にどこかの誰かにいいって言われても、どこかの誰かに悪いって言われたとしてもよ、自分が納得できる、自分が心からこれがいいっていうもの、そういう仕事をやっていきたいっていうふうに思います。はい、ということで、ちょっとでも元気が出たとかためになったと思われる方は、高評価ボタンを押していただいたら僕はめちゃくちゃ嬉しいです。あと、このミスターおかちのチャンネルでは生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信してます。よかったらチャンネル登録してください。そしやってくれたらね、本当に本当に嬉しいです。励みになります。そして、インスタグラムを始めました。インスタグラムでは、子どもの教育とか仕事とかに役立つ情報とか、僕がそういう教育カリキュラムを作るときにどういうことを気をつけてやってるのかっていう、いわゆる僕の人生の裏側をもうすっぱだかで表現しているので、ぜひフォローしてもらえたら嬉しいです。はい、こんな感じで今日は終わります。皆様素敵な一日を。はい、さよなら。納得できるぞこれは。